はい、皆さんこんにちは、佐賀敦でございます。12時半を回りまして、今40分ぐらいですね、5番始まっております。日経平均、353円安ちょっとだけ戻していますかね。はい、ドル円は 134.176 と、まあね、はい、ドルウォン 1265.94、 今日はこのあたりでうにゃうにゃしてますね。昨日ドドドドドと下がったんですけど、1270を目指す展開なんでしょうけども、まあちょっとうにゃうにゃしてます。はい、本題本題はなんと沢口靖子さん、好きですよ私。ファンというほどではないですけどね、だってあれ綺麗な方ですもん。綺麗な女性を嫌いな男性はいないと思うんですけど、普通の男性である限りはね。で しかも沢口靖子さんって同年代、そう、56歳でいらっしゃるんで、私よりちょっと投資したかなと。日刊現代でございまして、沢口靖子の待ち受け画面に密かに人気、番組打ち切り封じのお守りになっていると読んでみたらまあまあ面白かったという、ちょっと読みますね。今テレビマンの間で女優の沢口靖子過去56の写真をスマホの待ち受け画面にするのが密かに流行ってるという、一体どういうことなのか。綺麗なお写真が載ってますよ、その、黄色いドレスですかね、肩出しのドレスで、綺麗ですねこの方ほんまに。テレビマンにとって鬼より怖いのが番組打ち切りです。局員なら出世に響くし、制作会社のスタッフにとってはいきなり会社が倒産するのに等しい話だからです。実は沢口さんの待ち受け画面が打ち切り余計として効果があると言われているんですよ。笑民放キー局プロデューサー、プロデューサーという限りは局員なんでしょうね。あのテレビ局ってものすごいヒエラルキーの世界で、局員っていうのはまあ貴族なんですよ。で、その下に、要は制作会社があるという構図でして、でその外側にですね、芸能プロダクションがあるわけですね。で、局員の上部構造でですね、番組を決めるわけ、編成で決めるわけですね。で、数字が悪いとすぐにこう打ち切りとかなるわけですね。で、局員は自分の担当の番組を打ち切りになると、あいつは無能やと言われてしまうわけですね。で、下請けの制作会社はそんなんね、こんな大きい制作会社って数えるほどしかないわけですから、その番組でも持ってるみたいな会社もあるわけですよ。この3つ番組やってますって言って、そのうち1つのでかいのが消えたら、あ、売り上げが半減とかなるわけですよ。そうすると会社倒産なんてこともあり得るわけですね。だからその打ち切りは嫌なんですよ。新しいね、仕事をもらえればいいですけどね、打ち切ったその後で。でもあの番組をやってた会社っていうなるとですね、それ負のイメージなわけですね。こんな冗談が飛び出すほど沢口主演のドラマ科捜研の女かっこテレ朝系は1999年から23年間にわたり何度も終了や打ち切りを報じられながら、現在も放送が続くご長寿ドラマとなっている。テレ朝って何回か お呼ばれしましてですね、行ったんですけども、誰でも入れるロビーがあるんですよ、テレ朝には。でそこにはですね、徹子の部屋のセットが置いてあったりしたんですね。で、中に呼ばれて入っていくんですけども、廊下にダーッとこうポスターが貼ってあるんですよ、番組の。でその時々のメインのポスターがあってあって、科捜研の女やってる時もあれば、相棒をやってる時もありますね。科捜研と相棒は二大看板ではなかったですかね。今年4月7日で最終回を迎えた科捜研の女シーズン21ですが、このシリーズをもって終了と多くのドラマ関係者は見ていました。理由は視聴率と制作費です。うにゃ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 って書いてあるんですね。今日はこれ京都で撮ってるんですね。別にあれ京都にする必要ないと思うんですけど、こんだけやってるんで私も見たことあるんですけど、必ず京都のシーンは出てくるんですよ。京都のシーンは出てくるんですけども、京都弁のシーンが1話につき1回あるかないかなんですね。
別にこれ京都である必要ないやんと思うわけですよ。で、沢口靖子さん自体はあの大阪府堺市の出身で、関西弁はいけるはずなんですよね。あんまり聞いたことないですけど、まあ、関西弁いける人であれば京都弁もあの大阪堺の大阪弁と京都の言葉は違いますけども、割まあ東京から見たら近いわけであって真似できないことはないんですね。もちろん字の言葉は全然違いますよ。僕らが言いましたら堺と一緒にせんといてって話ですけど、でも沢口靖子が京都弁を喋ってるシーンを私は見たことがないですね。さて、飛ばしまして、さらに最終回放送に向けた告知 VTR にはシリーズ終了を思わせる演出もあった。集大成というテレップが大々的につけられたり、主人公の榊真理子と私のあれやんかペンネームと名字が一緒やん、榊真理子がカメラ目線で今まで本当にありがとうなどと語ったりする告知 VTR が流されていたことがさらに憶測を呼んだようだ。昨週から相次いでいた終了報道にファンも気をもんでいたようです。各国芸能プロ観光者、ところがいざ蓋を開けてみれば番組は継続されるという。さるドラマ関係者はこう話す。今年10月放送から月曜日の21時枠に移動してシーズン22が放送されるようです。3ヶ月のワンクールのようですが、視聴率次第ではさらに継続もあるようです。まさに奇跡ですよと、この一件がテレビマンらの間にあっという間に広がり、以降視聴率が取れず打ち切り候補と言われる番組のプロデューサーらがお守りとして沢口の写真を待ち受け画面として使用するようになったとか、もちろんシャレの話だがまあというこう締め方をされています。これ貼っときますね。これね、途中ちょっと飛ばします。科捜研の女と打ち切りという話はもう半年ぐらい前から当たり前のようにあって、もう既成事実になっていたんですけども、どうやら違うようでございましてですね、継続らしいですね。別にそう、これは私にとって喜ばしいわけでもないし、こう妬ましいわけでもないし、まあどうでもいい話なんですけどどうでもいいんですけど、沢口靖子さん自体はまあまあ好きですよ。ファンというほどでもないけども綺麗やん、これだけ完成度の高い願望っていうのはまあめったにないでしょうね。あんまりそのね、どう言いましょうね、不可恐みたいな、どう言いましょうかね、こう魔性ですか、魔性的な感覚はないところがあれですね、ちょっと残念ではありますけどまあでもまあええやん、56歳やん頑張ってえなという感じですね。まあ同年代、3つか4つ下でいらっしゃって、確か東方のシンデレラガールご出身でいらっしゃいますね。で元は堺市でございまして、テニスプレーヤー の松岡なんとかさんと若き時はですね浮き名を流したと。他はほとんどスキャンダルないんですね、この方。まあ別になどうでもいいっちゃどうでもいいですけど、でもいまだにこの高い人気を保っておられて、最近映画でお見かけしませんけどね、もうずっとこのテレビのドラマでですね、年をとっても美しさは変わらないというふうに言われてまして、そこにはね、フェニックスというですね、伝説も加わってですね、まあ、これからもですね、行くんでしょうね。相棒がね、かなり不自然になってきてるんですよ。水谷豊さんってもう70を超えてるはずなんですよ。確かあれ、段階の方だと思う、73歳なんですけど、がいかにもですね、その警視庁のなんていうか捜査員っていうのはもう最大限65歳なんですよね。でちょっとだから無理が出てきてます。沢口靖子さん56歳ですが、まだなんとかあと5、6年はですね、まあまあリアリティがあるかなというところでしょう。だいぶはもうええんちゃうのと思います。いくらなんでもね、水谷豊さん僕も嫌いではないですけど、ちょっと無理が出すぎてるんちゃうのという、もうだって73歳の方がですね、まあ60歳ぐらいの親子を演じておられるわけだって、
まあまあまあいいですけどね。言うともしゃあないんで、これくらいにしておきましょう。日刊現代のこのサイトを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。